浅井康介は、日本のオートレース選手。東京都出身。木前川口オートレース場所属。主な競争者呼び名は、大将1。浅井康介は2007年時点、オートレース界の中では最古参の選手であった。2007年1月1日の段階で既然登録の、選手は、浅井と、同じく、川口オートレース場所属の富永武二選手の2名。 のみであった。2007年1月2日、川口オートレース場の新年開催の初日に事故は起こった。この日、浅井は第3レースに出走。その第3レースの第4周回1コーナーの入り口で、浅井の院をついた岡崎秀治選手が勢い余って、外に流れ、この時、岡崎の競争者の降臨と浅井の競争者の 前輪が軽く接触してしまった。ここで、浅井がバランスを崩し落ち者。競争者から投げ出された、浅井の体は、外周方向へと滑っていった。浅井の後方を走っていた、カラカマ大輔選手がこの落ち者を、ギリギリで回避したのだが、そのカラカマをまくろうとさらにアウトコースを走行していた、釜本健二選手の前方に、落ち者した浅井が滑っていった。 回避する間もなく、鎌本の競争者は1コーナー付近で、浅井の東部付近に衝突したのである。レースは続行され、レース終了後直ちに緊急措置が施され、意識不明の状態のまま、川口市立医療センターへ収容されたが、同日13時4分、重症東部外傷により殉職した。68歳没。1993年10月の瀬アのリカ栄の、 殉職者は、藤川順次中村正信、入江照良氏、橋本和美以来5人目となった。2007年2月20日に川口オートレース場にて、浅井康介選手を送る会が営まれ、関係者、選手、ファン300名以上が参列した。また、この事故から約2週間後の1月18日、浅井が亡くなった不死。 死後のレースで強い走りがなくなり最終日の欠射を、最後に、富永武二が引退。同選手の引退により、偽善登録の選手は存在しなくなった。ありがとうございます。